ふう、まるだな、ゆうきと、なるなと、はい、今回なんですけども、こちらポケトップさんの3000円の自販機、これ必ずどっかに一つ当たりが入ってると、うん、で、このオリジンパルキア V を狙っていこうかなと思っています、はい、あとは他パックね、フュージョンアーツ、V ズ、ロスタービス、綺麗です、ね、上見て、これこれこれはね、もう当たってるねこれ当たってますよね、これは当たってるね、ここは触っちゃいけない、これ一撃で当ててるからすごいよ。でも下見て、本当だ、これみんなやっちゃってるんですよ、最後まで追ったね、これね、これやばいやつだな。今回はこちらオリジンパルキアが出るまでやっていきたいと思います。最高でも2万1000円で出てくると間違いなくね、パックも全部ひんむいていくんで、はい、はい、こんな感じで今回はこちらのジャンキーやっていきたいと思います。はい、ここで問題です。あるよ、あるちゃんとあるよ、はい、いきます。ドラゴンボールから、悟空とベジータがフュージョンするとゴジータですが、悟空とベジータがポタラをつけるとベジットですが、はい、悟空が一番なっている変身形態は、一番なってる変身形態、一番なってる変身形態、これが一番変身形態が多いなって、それはフュージョンとかそういうんじゃなくて、なし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 、今の全部前振りだから、あのコメントでさ長い長い言われたから、じゃあ今日全部一つでまとめてやろうかなと。スーパーサイヤ人2、正解はスーパーサイヤ人でした。クリリンのことかお、変身形態で一番長いのはスーパーサイヤ人、なんだかんだ言ったって結局スーパーサイヤ人になってからが勝負だ。あ、そっか、一回なってから、そうそう、そっから気を貯めて、トリマなるからスーパーサイヤ人、確かにね、トリマね、確かに確かに、はい、ちゃん、はい、ディズニーランドのメインキャラとして有名なのはミッキーですが、うん、その彼女はミニーですが、うん、白い肌と青い帽子をかぶっているのは、黄色いくちばし、アヒルじゃなくて、いや、リグダじゃなくて、なんだっけ、めっちゃうま、めっちゃうま今の、え、何、めっちゃうまかった今、当たり前じゃん、持ちネタ、あ、そうなんですね、あれ、ちなみにあの山寺小一が声やってるんですよね、そうなんだ、え、そうなの、そう、知らなかった、え、これもそう、あれ、山ちゃんが声やってるらしいです、少年もびっくりしちゃったよ、すごいね、で、わかんない、なんだっけ、ドナルド、ダックドナルド、ダックどっかの食べ物か、北京ダックだはい、です正解、いや、でもあれ、ですがが面白いんですけどね、いや、だからもうコメントでなんか調子乗ってるやつが、これ長くておもんな、おもんなって言うから、それはね、マイノリティですよ、何をマイノリティーポートみたいな、そいつマイノリティですよ、マイノリティの方が声大きいんですよ、少数派の方がみんな声大きくなるんですよ、いや、でも逆に俺たちのチャンネルちょっと平和すぎるから、そういうやつもどんどん受け入れます、あ、俺たちさ、あまりにもさ、人が良すぎてさ、いい人しか集まってこないのよ、パワーが違うから、そうだからさ、そこがちょっとすごく困ってんだよね最近、近い近い近い、あ、ごめんね誰に言ってんの、俺に言ってるっす、いや、あの、この向こうの人たちに言ってるんだけど、どんどん炎上させてくださいって、チャンネル登録とグッドボタンだけあとコメントも できればよろしくお願いします。いいも悪いもやっぱり言ってくれないとわからないですからね、確かに確かに、うん、まあ悪いコメントはバンバン消しますけども、消すのはまださ分かるじゃんだけど俺たちさ壁と話させるって必殺技もできるから、うん、そこら辺注意ね、俺めっちゃ言ってんのになんでみんな何も言ってくんないんだろうってずっと壁と喋ってるだけだっていう なるからね、本当にね、まあね、あの、いいも悪いもね、そうそう、どんどん言っていただいてね、酸いも甘いもってやつな、そうそうそう、はい、ん、今日目大きいんですよ、いさあ今日いつもと化粧が違うの気づいてた、気づいてた、だってツイッターで言ってたもん、誰じゃダメだ、でも目大きい、あれ、原さん、可愛くないですか、めっちゃ可愛い、ね、え、本当にめっちゃ可愛い、ドラゴン復活するよ、いいの、いや、いいと思いますよ、本当に、うん、めっちゃいいと思う、いや、目大きいはい、はい、はい、そろそろやりますか、はい、今回はこちらのポケトップさんの3000ジャンキーやっていきたいと思います、はい、それじゃあやっていこう、今日ね、春菜さんの日だと思う、え、今日は春菜さんの日だと思う、春菜さんの日、春菜さんの日、ラッキ
いか。そう、確かにそんなような鳴き声するんですよね。鳴き声。鳴き声。あのポケモンじゃないからね。そう。ポケモンじゃないからね。泣きが現れた。今考えなしだから。ああ、パックだよね。ごめんなさい。おー、ビビった。ボタン。よかったって、ここで出したかったよね、でもね。おい、次いくよ。ひゅい。お、AR じゃん。お、かわちい、かわちい。うんうんうん。OK、OK。次誰？いや、ゆきさんでしょ。俺 OK、決まった。もう決まった。楽勝や。大体ね、店員さんのね、顔見ると大体わかんない。え、顔大体見ると。どれ選んでるかわかんない。見えない。今、端っこ選んでる。もう今、もう僕選んでないっていうところで、もう少した。あーはーはさばいたい。ウィーガーレットばっかり。ほいほい、次行くよ。よっ。おお、エアル。おお、すごいじゃん。はい、これはグラム調整してないの？してない。グラムでさ、あの測るとかなんか分かるっていうか。あ、そう。次ケテミ。やっぱケテミの回かもしれないね。あ、調子乗っちゃっていいよ。一番右で。右はこっちですか？自宅です。こっちです。はい。軽くない？音軽かったよ。いや。確かに悪いよ。やばい、マジか。珍しい。お、今かかってるね、だいぶね。かかってるよ。ああ、まあこれダメだ。ボタンが来たね。いや、ちょっとこれ、ハルちゃん、サーさんが急そうですね。当たんない。今までさ、ケテミさ、とある場所でさ、当ててきてたじゃん。絶対真ん中って言うよ。ほら、やっぱり真ん中。来た。ちょっと。来た。これは来たよ。来た。これは来た。何回もやってるから、マスターだからわかんない。そうね、あの音カシャカシャマスターだからもう。カシャカシャマスター。あ、来たマイナス2000円のお得中毒だろりー。俺は俺を信じるべきだったな。状態チェック。あ、状態チェックありますね。店員さんの前で。店員さんの前、確かに迷った。あ、異物混入。混入？本当だ。ラーメンだったら怒られるやつだ。おけがだから OK っていう。毛が入ってますよ店長っつって。どこの毛？新しいの。いや、どこの毛とかじゃないの別に。それどっち、どこの毛入っててもね、嫌なんだよ別に。毛はどこの毛は別に気にならないんだよ別に。梅かしたか。まあでも1万2000円であのオリジンパルキア、うんうん、あれないんじゃん。ありありあり。だって3000円を4回引いてオリパでオリジンパルキア引けないからね、うん、普通に考えて。オッケー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 。ただな、ちょっとお店さんにさ、あの損させちゃって悪いなと思って。ああ、なるほどね。これすごいいい機能だよね、うん、どっちもさ、痛手が少ないっていうか。ちゃんと勝負になってますよね。俺それが痛かった。ちゃんと勝負になってるねこれ、うん、バランスがね、ちゃんとね、取れてるから。お店側が損する時もあれば、当然お客さん側が損する時もあるんで、これいい塩梅ですよね。これバランス取れてるよ、すごいね。ケテミの部分カットされちゃうよ。これお客さんと絶対使ってもらうからな。絶対使ってもらうから。マジでいつもそうだよ。今回全カットでこんな感じでオリジンパルキア V ゲットすることができました。皆さんもぜひね、ポケトップさんから挑戦してみてください。はい、こんな感じで今回は終わりたいと思います。この動画が良かったら高評価よろしくお願いします。年内1万人目指してるんで、こちらの方もよろしくお願いします。金曜日はライブ配信してるんで、ぜひ見に来てください。各週です。はい、こんな感じで終わりたいと思います。